時間ですよ。早くなさい。ロッテマイヤーさん。はい、奥様。私ね、あなたにちょっとご相談があるの。あの、今からお嬢様方のお勉強が。分かっています。実はそのことでお話があるのです。ちょっと来てくださらない？ああ、まあ、あなた。帽子。ああ、帽子か。帽子のつばに乗せてください。そこなら、あっちこっちさん。あっちこっち。あっちこっちさんぽもでき。先生、ハイジは字が読めるようになったのよ。うん。なんたる事実、なんたる奇跡。このようなことが現実の出来事として信ずることができるであろうか。はたまた、この予期せざる出来事を何と説明すべきであろうか。先生、どうしたのかしら。ハイジが字が読めるようになったから驚いてるんだわ。それからね、はクララのお昼寝の間、あの子は何をしていますか。自分の部屋でおとなしくしているように言ってありますが、あの子と来たらじっとしているどころかとんでもないことばかり思いついて、それをやってみせるのです。私だって一日中部屋に閉じこもっていたらとそうすることでしょうよ。どうぞ。奥様、並びにロッテンマイヤーさん、実に驚くべきことをご報告しなければならなくなりました。あの子がまた何かしでかしたのですか。いいえ、その反対でございます。私が夢にも見たことがなく、またおよそ過去を推察する限り、何人といえども予期しえぬところのことが起こりました。つらつら記憶を顧みれば、核のごときは到底ありうべからざることであります。しかのみならず、あら、もしかするとハイジが字を覚えたんじゃないかしら。
おお、その通りでございます、奥様。まさか。やっぱりそうだったのね。きっとそうだと思ったわ。あの先生、私ハイジにちょっとお話がありますの。では失礼。よかったね、本当によかったね。だっておばあさまが何回も読んでくれたでしょ。お話をみんな覚えちゃったの。それでいいのよ、それでいいの。それにわからない字はみんなクララが教えてくれるわ。いい子だ、二人ともいい子だね。さあ、この二人にどんなご褒美をあげようかしら。うわー、ご褒美だって。ご褒美、ご褒美。さあ、お席に戻ってお勉強の時間ですよ。ちょっと目を離したらすぐこれなんだから。ハイチはね、今日先生にとっても褒められたのよ。おばあさまのおかげだわ。ねえおばあさま、今度はいつまでこの家にいらっしゃるの？ハイチも聞きたがってたのよ。さあさあ、余計なことを考えないでぐっすりお昼寝しておくれ。また後でうーんと遊ばなくちゃならないんだから。おやすみなさい、おばあさま。おやすみ。ねえハイジ、クララが起きるまでいいことして遊ぼうか。いいこと？うん、遊ぶ。じゃんけんぽん、あいこでしょ。あら、また負けた。1、2、3と、じゃんけんぽん。1、2、3、4、5、じゃんけんぽん。1、2、3、4、5と、じゃんけんぽん、あいこでしょと。1、2、3、4、5と。おやおや、ハイジ、初めてにしては強いじゃないの。じゃんけんぽん、1、2、3、4、5と。うわー、勝った勝った。私が先に着いたわ。まだまだ、もっと上にも階段があるわ。じゃあこの階段が終わるところまでね。もちろんよ。さあ、じゃんけんぽん。あら。1、2、3、4、5と。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん。さあ、1、2、3、4、5と、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、パー。1、2、3、4、5と。もう少しだわ。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、パー。あいこでグー。1、2、3と、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、グー。1、2、3と、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、パー。1、2、3と、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、パー。アーデルハイド、ちょっとご用があります。降りてらっしゃい、降りてらっしゃい。いいですか、奥様はあなたの遊び相手じゃありませんよ。奥様が優しくしてくださると思っていい気になってはいけません。だっておばあ様は。奥様とおっしゃい、奥様と。いいですか、遊ぶ暇があったらお勉強するんです。わかりましたね。はい、私だよ。
さっきは惜しかったよ。これからっていうところだったのに。今度こそ負けませんからね。うん、でもロッテマイヤーさんがもうおばあさまと奥さまと遊んじゃいけないって。うん、そうかい。そんなことじゃないかと思ったけど。わかりました。そのことはロッテマイヤーさんと私がお話しするわ。さ、それはいいから行きましょう。どこに？魔法の国よ。魔法？そう、魔法の国行きたい？ここが魔法の国よ。開けごま。さあいらっしゃい。どう？面白いでしょう。小さい時はよくこの部屋に来たものよ。どうかすると一日中いることだってあったわ。ネジを巻かなくちゃね。あ、そうだ、もっといいのがあったはずだわ。来てごらん。ここらにあったはずだけど。山が燃えてる。ヤギが鳴いてる。ヨーゼフが、ベータが。おじいさん。やれやれ、やっと見つかったよ。ネジはと、あ、ここここ。ほらほら、ハイジ来てごらん。どうしたの、ハイジ。そうかい。これを見てふるさとを思い出したんだね。無理もないよ。うちの中に閉じ込められてたんじゃね。よしよし、ハイジ。もう泣くのはおやめ。私はなんていいことを思いついたんでしょう。今あの子供たちに必要なのは草いきれの匂う野原、風に歌うポプラやカエデ、虫に花、そして光り輝く太陽だわ。ラン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 。ピクニック？森へ？そう、行きましょう森へ。お弁当持って。ちょうど今頃は箱部屋野原の盛りだろう。きっと森中に花がいっぱいだよ。
近くにきれいな川が流れていてね、魚がたくさん泳いでるし、川の中に足を入れると冷たくてとっても気持ちがいいよ。うわあ、私行く、私行くわ。おばあさま、連れてってね。クララ、行きましょう。面白そうね。でも私、心配ないよクララ。一番大きな馬車でね、セバスチャンにも一緒に行ってもらうんだから。ねえクララ、私はね、お前がうちの中にばかり閉じこもってるのはよくないと思ってるの。お日様の下できれいな空気を胸いっぱい吸ったら、病気だってどっかへ逃げていっちゃうわよ。本当おばあさま？そうさ。それに森は本当に楽しいよ。小鳥やリスがいっぱい。見たくないのかい？そりゃ見たいわ。クララ、行きましょうよ。ね、ね、クララ。行くわ、私。わー、よかった。さあ、そうと決まったらお約束よ。腕を組んでちょうだい。こう？そう、いいかい？みんなで約束、嘘ついたら針千本のます。はじったらね、これで絶対行くのよ。わー、ピクニック、ピクニック。私ピクニックの用意しなくちゃ。ございません、奥様。お嬢様はうちの中ですら安静にしていなくてはならないのに、そんなことをなすったらまたご病気が重くなるだけでございます。やれやれ、あなたという人は物事の悪い面しか目に入らないようね。私はあの子を太陽の下に出してやった方がずっと元気になると思うがね。奥様はせっかく私が今日まで大切にしてきたものをぶち壊そうとなさるんですか？あら、こんなところにあったわ。しょうがないね、自分で置いといて忘れてしまうなんて。ロッテンマイヤーさん、いつでも自分だけが正しいと思っちゃいけないわ。まあ試しに一度私の自由にさせてくださいな。そうですか、ようございます。奥様のご勝手になさいませ。その代わり、どんなことになっても奥様が責任をお取り願います。やれやれ、かわいそうなお人だこと。おばあさま、支度はちゃんとできたかい？さあ行きましょう。あ、さあ出しておくれ。はいよ。
お昼の用意をして待ってるからね。あんまり遠くに行くんじゃありませんよ。はい。あんたに今日は連れてきてよかった。まあ、きれい。に帰ったハイジ、そして初めてのクララ、二人の心は空高く舞い上がるヒバリのように、どこまでもどこまでも高く飛んでいくのでした。おばあさまに連れられて森へピクニックに来たハイジとクララは、森のかわいい動物や牧場のヤギたちと時間の経つのも忘れて遊ぶのでした。しかしクララは一人で森や野原をはしゃぎ回るハイジを見て、足の悪い自分が悲しくなり、突然お家へ帰ると怒り出してしまうのでした。次回は二つの心、お楽しみにね。